君にあげよう。ワインだと思えばいい。生きてる。まだ人間を愛してる。これができれば平和が訪れるのに。平和が聞いてあげれる。俺たちは殺し屋だ。人間の命の儚さを嫌というほど知ってる。あの女を、お前がやるんだ。カキを癒せ。断る。いい子にして。疲れたのか。さあゆっくり休め。これは棺。いやいや、ここから出して。助けて。君の棺だ。楽しんでくれ。寝心地を試すなんてめったにない。なぜそんなこと。俺の趣味だよ。楽しんだ。お前の美意識にはそぐわんだろう。だから覚えておけ。殺すときは素早くやれ。そして相手を必ず殺すんだ。自分が殺し屋だと肝に銘じろ。どうしたんだ。これ棺よ。ということは君は死んでるんだ。私死んでるの。いや、君は生きてるよ。まだね。終わらせろ。早く終わらせてくれ。お前がやれ。どうか助けて、お願い。どうか行かせて。こんな風に死ぬのは嫌。せめて神父様を。こいつが神父だよ。死ぬ前に懺悔したらどうか。さもなきゃ俺たちの仲間になる。やめろ。じゃあ早くやれ。苦痛から解放してやれ。お前自身もできない。どうだ、これで満足か、ルイ。あんまりだ。学べる相手が君一人しかいないとは。ヨーロッパではこの才能を闇の贈り物と呼んでる。俺がお前に授けた。